藤原信也は、日本の作家、随筆家、写真家、旅人である。朝原昌光の研究家としても知られる。幼少期を過ごした、鉄林温泉藤原は、写真集、随筆集、鉄林で、鉄林温泉の路地の写真を多く発表している。福岡県文字市の文字港地区生まれ、聖火は旅館を営んでいた。旅館を廃業後、 大分県別府市に移り住み多感な中学、高校時代を過ごす。この間の事情は、著作、鉄輪に詳しく述べられている。大学は、東京芸術大学美術学部絵画家油絵、専攻中退。アフリカ、中近東、インド、東南アジア、台湾、東京、アメリカ、アイルランドなどを対象に、写真とエッセイを組み合わせた作品を発表。 1972年の諸女作、インド放浪は、単行本になる前に、朝日グラフで連載され、インド放浪記として、大きな反響を呼び、当時の学生運動の収束後、精神的支柱をなくした、青年層のバイブル的な存在となった。1977年、商用勇気で、第3回、木村伊平写真賞。1981年に発表した。 全東洋街道で第23回毎日芸術賞を受賞した。1983年に発表した東京漂流は大谷総一ノンフィクション賞及び日本ノンフィクション賞に推挙されたが本人の意思により辞退となった。同じ年に発表されたメメントノリは現代に生きる私たちのおぼろげなる。 性を強烈に覚醒させるほどのインパクトを与え、作中の人間の死体を犬が食べるシーンの写真で、キャプションの人間は犬に食われるほど自由だが有名になった。2008年に、メメント森21世紀エディションとして再編集して再発刊された。近年は、作家の石村道子や瀬戸内寂聴との共調も出す。藤原は、朝原の目の障害は、 窒素の水俣病が原因ではないかという仮説を立てる。宗教や権威に染まることを拒絶し、インドの旅では、自身の肉眼で確認できる事実や、存在の一つ一つの実を信じみようとした。オウム心理教事件後、朝原将校の熊本県や津城の実家を訪ね、マスコミを一切遠ざけていた、朝原の兄との接触を試みる。全盲の調景は、 全世紀には1日に300人の患者を見たと言われるほどの手かざし治療の秘技を持つ人物であり、藤原はそれを受け継いだ朝原がイニシエーションを施した相手から受ける負のエネルギーをどう浄化しているのかと、目の疾患がオウムの本質にどのような影響を及ぼしたかを調景に愛知る目的であった。朝原の世間に対する縁利と縁差の感情を決定づけたのは、 交換で言われるような選挙での惨敗よりも、むしろ、郷里で住民票受理を拒否され、村八部にあったことではないかと推測し、九州の辺境をさまよう。オウム新選の会発足時には、教祖になってほしいとまで言わせた長兄の経営する、松本新球院を客を装い訪ねたものの、もぬけの殻であった。朝原の兄には会えなかったが、釣りをする目的で赴いた。 知らぬ控えで偶然に、朝原の目の障害は、窒素の水俣病が原因ではないかという、新たな疑問を抱く。さらに、この国から受けたとも言うべき宿命的な、身体障害が世間に対する憎悪となり、事件へ結びついたのではないかという仮説を立てる。この考えに取りつかれた藤原は、東京に戻ると、多くの資料を読み漁り、水俣病に長く携わった。 弁護士、後藤隆則の著書を目にし、編集者の中立ちで、後藤に会い、意見を聞く。後藤は、朝原の目の疾患が、国家や天皇への憎悪に結びつくことはあり得ないと、一周し、不快感を示すとともに、後にこれ以上、朝原と水俣病の関係について書くことは、許さないとの抗議を受ける。藤原は後に偶然に大阪に潜んでいた。 朝原の長兄に会う機会を持つ。長兄のアパートに一泊し、朝原が幼少期に知らぬ控えで水銀に汚染されたと思われる魚介類を多く食べていたことや、水俣病患者として役所に申請したが、却下された事実を聞き出す。八代では、水俣病の申請を出すと、赤との風評が広がり、それ以上は戦わなかったこと。また、早川則義よが、 教団に入ってきてから、朝原の態度が急激に変わったことなどを聞き出す。最後に、自分の目の黒いうちは、話すな、と釘を打たれる。藤原は、著書の中でこの古代妄想は、すべて現実の重さを直視し、消化できない場合の自己保存のための現実逃避で、あると言い切っている。ガーデニング雑誌、バイゼズに、写真付きのエッセイを長期連載した。 写真雑誌、スイッチに、随時、写真付きのエッセイを掲載。2011年5月より、会員制の有料ウェブマガジンサイト、キャットウォークの運営を開始したが、このサイトは入会希望者が多く、欠員が出た時に設けられる、募集期間待ちの状態である。ありがとうございます。